はい、コズの趣味部屋へようこそ。もうすでにね、もう出てます。はい、今回ご紹介するのは、マジンガー Z ではないんですよね。はい、こちら前回ご紹介させていただきました。これ結構大きいんですよ、この胸像。自分の指の大きさと比べても、この手のひらと合わせてもね、すっごいでかいんですよ、これ。これが、なんと、ガチャガチャ景品なんですね。はい。1回500円で、これは全部で、3体分合わせたやつかな。はい。はい。これめちゃくちゃ出来が良かったんで、実はね、今回ご紹介するのは、同じシリーズですね。はい、こんな感じでガチャガチャで出てきます。はい、それが、はい、3つね。はい、また、3つあります。はい、で何ができるかというのは、マジンガー Z の次といえば分かりますよね。はい、グレートマジンガーです。今回はグレートマジンガーが出たんで、私購入して、まあこれもね、前回と同じようにガチャガチャ専門店で予約して購入したんでね、ほぼ定価で買いました。1500円。はい。なのでね、私これをまた開封して、組み立てて、完全体を、誕生させたいと思います。はい。まあそのね、一部始終を早送りとかで、回しながらでもね、組み立て風景とかも、合わせてご紹介していけたらなと思いますので、ぜひお付き合いください。はい、では早速、いきましょう。はい、ちょっと皆さんにご報告私最初何て言いましたっけ。マジンガー Z の次ということでグレートマジンガーとか抜かしてましたね。はい、大変申し訳ございません。インテグレードモデルマジンガー Z 原作カラーバージョンでしたてっきりグレートマジンガーだと思ってたんですけど違いました。原作カラーバージョンでした。つまりは、こちらのね、アニメカラーの、こちらの原作カラーそちらの方だったらしいですね超こっぱずかしい。まあ多分ね、字幕でもねもうすでに言ってますけど、はい、ということなんでね、こういうアウターボディカプセル、まあ一個開けましたけれども、まあやっぱり複雑ですね。また苦労すんな。一回組み立ててるとはいえ、ほんとこれめんどくさいんですよ。ということでね、続き、どんどん開封してね、組み立てていきたいと思います。こちら、これはインターナルストラクチャーですね。インターナルストラクチャー、まあ骨組みですね、の方が一応完成しました。はい、うん、やっぱ色が違うんだねそりゃそうだよね。いやこれすっごいピッカピカ。
ホログラム、メカメカしいね。はいはい、ということで、次はこのアウターボディカプセル、はい、こちらの方をね、組み込んで、アウターボディを完成させたいと思います。ということでね、ホバーパイルダーと、台、はい、台座ですね、は完成しましたんですが、まあちょっとね、ホバーパイルダーとこの車輪のところとかがちょっと曲がってるんだよね、最初から。うん。これはどうしたらいいの？熱で治るかな。あとここのね、トサカも曲がってるんですよ。しかもここが全然取り付けらんないっていうね、浮いちゃうっていう、うん、まあここコックピットはこうね窓が開きます。はい、まあ、ちょっとどうしようかなと考え中ですが、とりあえずねこれで、3通り、全て終わりました。とりあえずねこちら、台座に乗せて回転させます。
はい、ということでね、3個、全部組み上がりましたが、こっからまた一苦労。はい、これを、パーフェクトにします。はい、全部合体させます。はい、要はね、このサイトで見ます。はい、前回がこの下ですね。で、今回。はい、で、これはね、サイトを見ないと完全体にする説明がないんですよ。なのでこのスマホのこのアプリのね、アプリじゃねえか、このサイトから説明書、この商品の組み立てっていうところを押すと、こう出てくるんで、マジンガー Z、 こうですね。まあ、これ写真は前回のですけど、今回と組み立て方は同じなのでね、はい、これを見て組み立てていきたいと思います。はい、
やー、やっと完成しましたね。いやー疲れた。はい、いやこれはまた疲れたな。前回も疲れたけどまた疲れたぜ。はい、いやー素晴らしいね。でもねやっぱね、出来上がるとね、もう苦労した甲斐があるってもんですよ。はい、はい、ということでね、まあちょっと前回のと並べてみましょう。はい、まあちょっとカメラでは分かりづらいかな。まあ、銀色のね、こちらのシルバーの部分が、ブルーメタリックみたいな感じになってますね。で、あとここ胸のね枠の部分が、シルバーと、メタリックレッドみたいなになってますね。はい、まあ、あとはもう パイルダーが、赤白ね、はい、赤白って変わってますね。はい、あと目のね縁取りがね、こっちはね、何もないんですけれども、原作だとデビルマンみたいにね赤い縁取りがあるんですよね。これがちょっとこっちはかっこいいなと思うんだけど、この赤い縁取りね、これかっこいいよな。いやこの2体飾るとかっこいいな、迫力満点。はい、ではね、最後は、回転台座にね、乗せて、お別れしたいと思います。これ胸のねあれがね開くんですよね。こっちがゴールドなんですけど、こっちはレインボーですね。ホログラムになってます。はい、ということでね、両方とも並べて回転台座乗せていきましょう。はい、では、回転台座をオンにしてお別れしたいと思います。ここまで長らくご視聴どうもありがとうございました。